フォーコーツはアイルランドの首都ダブリンに存在する建築物、アイルランド最高法廷とされる。現在もアイルランド共和国における最高裁判所、高等法院、特別刑事裁判所、中央刑事裁判所が置かれている。リフィ川沿いのフォーコーツこの建物は1796年から1802年にかけて建築された。設計を行ったのは、 ラブジンのカスタムハウスと同じく、ジェームズ・ギャンドンである。公平法裁判所、王座裁判所、財務裁判所、民事訴訟裁判所の4つの法廷が設置されたため、この名称で呼ばれるようになった。19世紀の司法改革でこれらの裁判所は廃止されている。1924年にはアイルランド自由国が建国され、今日の司法制度が形成された。 1922年の内戦で失われたドームの室内装飾の一部1916年、フォーコーツはアイルランド人民族主義者ネットダリーの率いる部隊により占領された。このイースター放棄におけるイギリス軍の砲撃では建物は無事であったが、1922年より始まったアイルランド内戦において大きな損傷を被った。 AI 条約に反対するグループが建物を占拠したのに対し、アイルランド暫定政府を率いるマイケル・コリンズは、投降勧告の後、建物を砲撃した。占領グループは投降の際に公文書館に放火し、多くの貴重な資料が灰となってしまった。その後、ダブリンの裁判所は、ダブリン城の総督宮殿に置かれていたが、1932年に方向津が再建され、 再び裁判所がここに設置された。なお、1937年の新憲法バンディアクトナ・ヘリオンにより、司法制度は再び改革された。ダブリンの歴史を物語る建物として、現在多くの観光客がここを訪れている。建物の状態の劣化などにより、裁判所の移転が議論されている。ありがとうございます。